フレイルスハイム・アムマインは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州マインタウヌス郡の市で、ある。フレイルスハイマーバルテの、ブドウ畑、フレイルスハイム・アムマイン市は、北は、ホーフハイム・アムタウヌス、東は、ハッタースハイム・アムマイン、南は、ラウンハイム及びリュッセルスハイム・アムマイン、西は、ホーホハイム・アムマインと境を接している。本市は、シュタット・ミテ・イルバッハ、 ビッカー。バート・バイルバッハは、バイルバッハ宿内の地区名である。フレールスハイム旧市街フレールスハイムの歴史は、現在は、宿となっているビッカー及びバイルバッハと同時に、考察しないわけにはいかない。これら3つの村はいずれも、フランク人入植地を起源としており、フレールスハイムは828年、ビッカーは910年、バイルバッハは1112年に、 初めて文献に記録されている。この地域は近代に至るまでマインツと密接に結びついていた。その状況は19世紀初めのナポレオン統治によって変化した。1803年に3つの村はナッサーを公領に編入された。さらに、広島戦争後の1866年、3つの村はナッサーを公領を分割したプロイセン王国に属した。 1945年、連合国軍によって、プロイセンが消滅した後、三つの村は新たに、設立されたヘッセン州に組み込まれた。1953年に、フレイルスハイムが死に昇格した。ヘッセン州の行政、地域改革に伴い、1972年に、フレイルスハイム、バイルバッハ、 ビッカーは自由意志の下で一つの市に合併した。フレイルスハイム・アムマイン氏の市議会は37議席からなるベルントブリッシュは2011年11月1日からフレイルスハイム・アムマインの市長を務めている。彼は2018年5月27日の市長選挙で当時現職のミヒャイル・アンテンブリンク及びマルクス・オックスに対して61.2%の 票を獲得して当選した。この選挙の投票率は7.1%であった。図柄青字。銀の波の上に2枚の銀の穂と旗を掲げた金の船。マストの上の見張り台は金と赤に彩色されている。主犯には黒く大文字で F が3つ書かれている。線引きは赤字に6本スポークの銀の輪が描かれている。18世紀から 境界石や印象には村の目印としてソーダリンが用いられていた。1816年から図柄はマイン側の商業線のデザインとなり、1908年から現在の形の紋章となった。1930年に3つの F が書き加えられたのだが、これは1765年にマインズ選定校によって設立され、1914年まで、 創業していたフレールスハイマー、ファイアンスイコールファブリークを示す。この紋章は1951年に公式のものとなった。千匹の輪はマインズの輪であり何世紀にもわたりマインズ、選定工領に属していたことを示している。市は毎年8月の最終週末にフェアロープタータークを祝う。これはフレールスハイムで ペストが猛威を振るった1666年に期限を持つ。わずかの期間に200人が死亡し、小さな村は絶滅に瀕した。伝承によれば、生き延びた住民は苦難からの救済を祈った。その後ペストが事実上収束した後、被災のヨハネス・ラウレンティウスミュンヒに先導された生き延びたフレイルスハイムの住民たちは、フレイルスハイムがある限り、 神の栄光に対して、毎年感謝のパレードを捧げることを誓った。その後、戦時中は禁止されたにもかかわらず、この誓いは固く守られた。フェアローオプタータークは、2011年に第345回を迎えた。毎年10月にマイン川の岸辺でフレイルスハイムのケルプが開催される。この教会祭は、聖ガルス教会の剣道祭に由来する。また、 1970年代以降、6月最終週の週末にフレイルスハイムオープンウェアが開催される。これはポップスやロックの小さな音楽祭でルッセルスハイムとの間の橋の下にあたる河川敷で行う。地域を超えて有名なのがフレイルスハイムのファッセハツームツークである。このパレードは、 社肉祭の日曜日の13時31分に始まり、3500人以上が参加し、毎年約3万5千人の見物客が訪れる。警察の発表によれば、2007年の見物客は約8万人であった。これは、近隣の市町村では、奇数年には日曜日にパレードが行われないためである。フレイルスハイムには、ホールディゲールという他にないカーニバルの掛け声が、 際立っている。この掛け声の由来は、パレードに多くの馬車が参加していた頃に遡る。騒ぎ、うねる人々に動揺する馬をしっかりと制御するために、御車が叫んだ、あると大ゴールがその起源である。1980年から毎年10から12月に、ガルスコンセルテが開催される。これは、音楽文化シリーズで、一部は、ヘッセン放送のイベントとして、 コンサートが行われる。フレイルスハイムの駅舎2011年10月にフランクフルト空港の4番目のフレイルスハイム駅には S バーン S1 号線の列車が発着する。建築家イグナツ・オプハーマンによって1839年に建設された駅舎はタウヌス鉄道の着工ともに建設されたものでドイツに現存する最も古い駅舎の一つである。 1875年に駅長の居住スペースとして上海が増築された。改修後2001年からこの建物はフレールスハイム市のオフィスとして利用され、付属建造物は青少年集会所として使われている。多くのバス路線がある。マイン川沿いには多くの自転車道が通っている。ありがとうございます。